牛丼。はい、天ぷら定食と牛丼ですね。少々お待ちください。1600円でございます。あ、すみません、別々にお願いします。あ、はい、天ぷら定食は2000円、牛丼は600円です。でしたね。ええ、私は家族を思い出しました。そうですか。ウーバーさんのご家族は？両親と弟がいております。どちらにいらっしゃいますか？両親と弟は、バンドに住んでいます。ファディラさんのご家族は？4人です。両親と姉はスバンに住んでいます。すみませんが、ちょっと使い方を教えてください。お引き出しですか？そうです。じゃあ、まず、ここを押してください。はい。次に、歌手カードをここに入れて、暗証番号を押してください。はい。押しました。じゃあ、金額を押してください。5万円ですが、この万円を押します。それから、この金額、確認ボタンを押してください。はい、どうもありがとうございます。はい、どうしましたか？昨日から喉が痛くて、熱も少しあります。そうですか。ちょっと口を開けてください。風邪ですね。2、3日ゆっくり休んでください。明日から東京へ出張しなければなりません。じゃあ、今日は薬を飲んで早く寝てくださいね。はい。それから今晩はお風呂に入らないでくださいね。はい、わかりました。じゃあお大事に。どうもありがとうございました。バリラさんの趣味は何ですか？写真です。どんな写真を撮りますか？動物の写真です。特に馬が好きです。それは面白いですね。日本へ来たから馬の写真を撮りましたか？いいえ、日本ではなかなか馬を見ることができません。北海道に馬がたくさんいますよ。本当ですか？じゃあ夏休みにぜひ行きたいです。